石井さん、ちなみにここ、これ全部石井さんのお荷物なんすか？隣も。隣も？ここって住んでるの、石井さんだけなんですか？この向こう側に看板のところに一人。あそこにも一人住んでらっしゃる。あ、じゃあここ、石井さんとおもう一人、お二人で住んでらっしゃるんですね。その方はお友達というか、ここで仲良くなった方ですか？話したことない。はい、今、一度も話したことないんですか？はい、今もですか？この距離で生活されてですか？境目はどこなんですか？境目、どこまでが石井さんのお荷物ですか？あ、ここまでが。こっからこっちが石井さんのお荷物ですか？はい、まずこっからがそのお隣の方の。境界線で喧嘩になったりとかない？たまにこれ落ちる場合で、たまに通る時に落ちる場合で、台車がさ、はい、飛んでいく場合で。飛んでいく？怒られるんですか？バカだと思う。あ、置くぐらい。じゃあほぼ絡みないんですね。ないんですね。石井さんは今おいくつでいらっしゃるんですか？59歳。生まれはどちらなんですか？熊本、うん、あ、僕、福岡です。はい、熊本どっちですか？人吉。あ、そうなんですね。もうほとんどあの宮崎と鹿児島のあの県境のところですよ。今なんかちょっと人吉揉めてますよね。知ってます？知ってる。この間僕もニュースで見ました。ちなみに東京にはいつ出てこられたんですか？5歳。じゃあもう55年間ぐらい東京にいらっしゃるんですか？そうなんですね。え、じゃあ一応小学校とか中学校とかもでも東京なんですか？千葉県の松戸で育ったんですか？え、じゃあ今もご実家は松戸にあるんですか？ないんですね。ご兄弟はいらっしゃらない？松戸の方で小学校出て中学校も出たんですか？高校も？その後は？それで就職して。どこに就職したんですか？運送屋。運送屋さん就職して、で、まあ仕事なくなったっていうか。ああ、運送屋が潰れちゃったんですか？そう、潰れちゃって21歳に入ったから。潰れたのは30歳。21歳でその運送屋に入って、で、潰れたのは30歳の時で、30からは何の仕事してるの？いろいろ大工だとか、今家事の手伝いだとか、やってたんですか？まあ、仕事ない。仕事はなくて。この生活は何歳からされてるんですか？まだして2年ぐらいかな。2年ですか？2年前にこの生活を始めて、どうしてこの場所だったんですか？足立区に住んでたんだけど。うん、足立区に住んでたんですか？そうだ。じゃあもうホームレスするまでもう足立区に住んでらっしゃったんですか？そうだ。西新井2丁目ってとこ住んでたんだけど。西新井の2丁目。そうだ。これ払えないじゃん。家賃がですか？家賃が払えない。最後ホームレスになる前、直前まで何のお仕事されてたんですか？道路清掃いっぱいで。道路清掃。いろいろアルバイトあって、アルバイトは無理よ。ここでホームレスされてるじゃないですか。収入とかはあるんですか？収入は2000円から3000円ぐらい。多い時で4000円ぐらい。何のお仕事されてるんですか？家具を集めてるんですか？あ、どこで売れるんですか？この大手商会。白い建物。あ、白い建物。あ、黄色い建物。はははは。それで売ってる。だったら、あの、右側に、あの、こう、あの、アルミタイプのスキナーとかあるから。あるんですか？あ、そうなんですね。あ、じゃあ、結構ここは集めたら持って行きやすいんですね。だいたい1日3000から4000ぐらいになってるんですか？夏はやってくるよね。やってきますよね、正直。ちょっと、飯と、タバコ買えれば。タバコも買えますし、お酒は飲まれるんですか？飲まないですか、うん、あ、じゃあもうタバコだけ、うん、持っていくのも近いし、うん、この場所はなんか
出ていけみたいなことは言われないんですか、うん、言われないですか。結構人通りもありますよね、ここ。嫌がらせみたいなのとか。たまにあるね。あるんですか。どういった嫌がらせがあるんですか。石投げられたりね、何か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 、あの荷物バーンって倒されたりとか。そんなのあるんですね。お酒あるじゃないですか、新品の。でもお酒飲まないんですよね。もらいもんだから。あ、もらえますか。あまり他のホームレスの方とコミュニケーションは取らないんですか。あんまそうないね。果物をこういう持ってきてくれるからね。あ、私差し入れてくれる人がいるんですか。あ、衣類。この箱、なんかちゃんとした箱じゃないですか、これ。これなんか、ねえ、こんなん全部衣類ですか。服多いっすね。防寒具ですか。遊びに行くの。遊び行くの。で、どこに遊びに行くんですか。西新井とかが、あの五反田の駅前、買い物。買い物っすか。あ、そういう時はちょっと洋服とかも気をつけて、ちょっと失礼ですけど、匂わないようにというか、なんかそういうのを気遣ってるっていう感じですか。なんか格好じゃいけないんじゃない。でも毎日3000円ぐらい一応稼げてたらお風呂とか入れるんじゃないですか。銭湯とか入ってらっしゃらないですか、はい、どこの銭湯行ってるんですか。梅島行ったりか。梅島の銭湯行ったり関原商店街とかある。ああ、そこの銭湯行ったりとかされてるんですか。これちなみにこれは乳母車ですよね。これ乳母車は何に使ってるんですか。例えばアルミ缶箱に。あ、アルミ缶運んだりするときに。買い物行ったり。なるほど。アルミ缶重いですもんね。だいたい3000円になるってことは20キロぐらい。そう、21キロから21キロあっても4000円になる。21キロで4000円。今170円っておっしゃる。190円ですか。200半のくるともう4000円ぐらいになるんですよ。松戸の方で、お父さんお母さんは両方いらっしゃったんですか。俺たちの方いないから。あ、いない、うん、死んじゃってないから。はい、あ、もうすでに病気ですか。病気がちょっと分かんないね。え、分かんないやがて。分かんない。あ、お父さんとお母さんなぜ亡くなったか。なんでですか。一緒に住んでたんじゃないですか。住んでなかったんですか。何も出たから。あ、いや、もともと熊本で生まれましたよね、うん、でもお父さんお母さんは早々に亡くなっちゃったんですか、うん、それはなんでご病気か事故で。話し騙されちゃったじゃん。騙されちゃった、うん、話が分かんない。騙されて分かんないですか、うん、親御さんが死んだ理由をちゃんと聞かされてないんですか、うんうん。え、一緒に亡くなったんですか、お父さんとお母さん。多分どっちもいなかった。何し4歳5歳だからあんまり覚えてないね。あ、もう4歳5歳の時には、うん、いないから。あ、じゃあお父さんお母さんが亡くなられて松戸に来たんですか、うん、あ、じゃあ松戸は誰の家だったんですか。親戚。あ、じゃあ石井さん親戚の家で育ったんですね、うん、石井さんと、うん、ご兄弟は お兄さん、お姉さん、お姉さん、お姉さんとも石井さんだけですか、兄弟で。お姉さんと石井さんで一緒にその松戸の親戚の家で育った。あ、そういうことやなんですね。で、高校卒業するまでその家にいたんですよね。で、あの戸籍謄本見て分かったんですか。戸籍謄本見て分かった。何をですか。それと親父が違うっていうのが、あ、
そういうこと。じゃあそれまでその松戸の親戚の方は親だと思ってたんですか。うん、なんだ、言えないよね。そしたら熊本の方で実は本当のお父さんとお母さんがいて、亡くなって自分がこっちに来たんだってことを知ったんですか。ってことはですけど、その松戸の家のお父さんお母さんにもすごくよくしてもらったってことですよね。本当の親のように可愛がってもらってたから気づかなかったんですもんね。まあそういうのいっぱいいるよね、そういう人は。石井さんでちょっと足引きずるとこありますよね。それはどうされたんですか。折れない、折れて。骨は折れてるんですか。折れて、ならない。え、なんで骨折れちゃったんですか。自転車で転んだり、いろいろあるからね。あ、自転車で転んだりとか。付け根が折れて、はい、で、自分に行ったから。それ何年前なんですか。ね、10年前。あ、じゃあもう10年間ぐらい足引きずってる状態なの。治んないやね。今ホームレス始めて2年じゃないですか、うん、8年ぐらいはその状態で働いてたってことでしょ。なんか障害年金みたいなのもらえるんじゃないですか。いや違う、入院してたから。え、胃がんで入院してたから。胃がんで。胃がんで入院してたんですか。うん、どうなんですか。え、胃がんと食道がん。はあ、え、タバコ吸わない方がいいじゃないですか。治ったから。治ったんすか。もう生活保護っていうかな、あれ受けてるから。今生活保護受けてるんですか。住所どうしてるんですか。取って大丈夫なんですか。いいんですか。この住所で生活保護を今受給してるってことですか。うん、それは2年前まで住んでたアパートですよね。いや、取ってあげて、寮。寮、うん、あ、保護施設みたいなやつ。うんうん、家に入らないでダメだってことで。あ、でもその保護施設で出た、うん、出ちゃったんですか。うん、出ることしちゃったから。一回、じゃあ家賃払えなくなった後に保護施設は入ってんすね。入ってた。で、その保護施設で生活保護も受給してたけど、うん、そこ出て、あそこに住んでるんですか。うん、自分で自立したいわけですか。なんで保護施設は出ちゃったんですか。今はだって金がすごいでしょ。取られちゃうから、家賃とか。そんなら遊んでた。うわ、めちゃくちゃ気持ちいいですね。いいですね。なんかここの辺に住んでる理由もこの景色ちょっといいみたいなのもある。いいね。じゃあ今生活保護ももらってて、2ヶ月に一遍20何万か。毎月13万。11万円。毎月11万円入って、うん、それプラスで空き缶集めで、うん、生活保護もらってたら1万5000円以上稼いじゃダメとかありません。違う違う、だから10万円11万入りますよね。うん、で3万円は自分で稼がないの。あ、そういうことですか。生活保護11万だけど3万円分は自分で稼いでくださいねっていう生活保護なんですよ。だからその分をアルミで稼いでるっていう。年間90万以内で、はい、で一応年間90万以内で空き缶を集めてるってことなんですね。このホームレス生活をやめたいなとも思いますか。気楽でいい。気楽でいい。一人だしね、誰にも言われてない。別にやめたくもないって感じですか。カナリアみたいに
前はそのご自分でアパート借りて住んでたりしたじゃないですか、うん、よりも今の生活の方が楽しいですか、うん、何も考えない。じゃあなんか今まあ保護も受けてますけど、仕事探してアパート借りてとかっていうのはあんまり考えてないですか。運送屋もう一回やりたいなと思ってらっしゃるんですか。楽しかったんですか運送屋。一番いいよね。気楽で陰気を使うけど全然。運送屋ってトラックの運転ですか。ああじゃあ長距離の運転してらっしゃったんですか。長距離の運転してるんだけど、うん、長距離って全国結構いろんなとこ行ったんですか。例えば北海道、九州まで。南九州まで、うん、もうずっとトラックで全国走ってたんですか。気楽でいいよ。現場まで自分一人では誰もいないから。会社であの会社の事務所連中が、でももう車で出ちゃえば別に一人ですもん、ね、もう結構運送屋の時はお金稼いでたんですか。うん、大体35万ぐらい。あ、稼いでたんですね、結構。35万から30万ぐらいかな。ちなみに免許はまだお持ちなんですか。うん、更新とかしてるんですか。うん、あ、更新行ってるんですか。うん、もう買ってくんないよね。いいとこ40万ですよ。まあ、40超えたら運送の仕事もなくなっちゃうんですか。ないね。もし夢が叶うならもう一度その運送の仕事したいって。まあ難しいよね。ホームチャンネル。